俺だ。反対左足。そうです。で次が JA が止めるとこに。全然聞いてくれない。俺3回目かなみたいな。ガイモン、ガイモンって言う。ガイモンちゃうわね。リーチマイケル髭キャラ集めて頑張って。はい、ありがとうございます。頑張ります。ガンちゃんあれだもんね、はい、ホームは初だもんね。初のメンバー入り。ホーム初っすね。初。下関出身、はい、下関のサポーター、下関市民の前でね、はい、頑張ります。試合出たら盛り上げて、はい、盛り上げていきましょう。頼むよ、はい、ガイモン、ガイモンって言う。太田君にやっちゃう。やばいよ、もう来ちゃう。あ、喫茶店マノン、はい、起きた愛が誰が受け取るんですかね。はい、すごいぞ。ちょっと、うわ、雰囲気ゼロ。雰囲気ゼロ。あと何も流れてません。なんで作れないの。カンタなんか笑いようです。ちょっと触れたかないわ。ケンタが作れたらなんか面白いことあるよね。ケンタに作させて。全然思わない。全然思わない。全然思わない。次、後ろ向きね。ここしっかりこう。もう一本だけちょっと強めの出していこうか、直線して。やりながら帰る。帰る。あ、お疲れ様です。バレイン TV Every Day。ブンブンハロー YouTube。どうも。エイキンとカズキンと、カメラマンのデカキンです。なんでデカキンやねんお前。業務用のマヨネーズが大好物です。本日が、背番号96番、はい、石本エイト選手の出演です。はい、ありがとうございます。と、運転手は、僕の嫌いな鶴丸選手。ということで、
ム最年少ですかね。まあそうですね、気持ち的には最年少ですけど、一応最年少やと思ってます。どういうこと、気持ち的に最年少って。実際最年少や。そうですね、最年少やと思ってます。うん、どっちでもいいよ。高田なんかその行きやすいと思う。調布は確か外もあったから、まあ、別にカメラ回してだったら店内はちょっと気になるやん。いいな、朝もでもいいしね。あ、じゃあ調布でいいんだ。こっち、これ、そっち、そっち、これ。どっちがよくね、これ結構いい感じな。うん、タカちゃん、タカちゃん行く。エイト、タカちゃんやと、それ俺やから、俺タカシやから。エイト、いや、タカちゃんうるせえ。エイト、え、タカちゃん、タカちゃんやと、俺タカシやけどさ。結構近いし、そっち行く。そうやね、タカだ。で、まあ、ある程度取れたか取れたって次行く。そうやね、神田コーヒーじゃなくて高田コーヒー。めっちゃ人気やね。さあ、石本くんがアポ取り行ってくれてますけども、ちゃんと喋れるんかなあいつ。もう本当に心配やわ。勢いよくね、飛び出していったのはええんやけど、帰ってこないパターンありますよね。まあ、しゃべれるんかな、あいつちゃんと。あったまり、こいつ。どうだった、どうだった。いや、撮影は撮影は OK だったんですけど。おお、はい、素晴らしい。まあ、かっこいいということで、顔も。まあ、うん、かっこいいですね。顔かっこいいって言われたの。はい、どうしたらいいの。んどうしたらいいの。いや、なんか、うん、車来てるから案内してる。あれ、パーキングに止める、空いてないよ、席が、外の席。うん、でも、なんかこう、入ったばっかりじゃないけ、うん、なんとも言えんけどみたいな。え、どっち行ったらいいの。で、顔がかっこいいって言われて、なんて返したの。えあらんじゃねえわ。おい、エイト、エイト、お前、もう申し訳ないけど、俺ね、20個上やねん、お前の。あらんじゃないわ。すいません、口癖じゃないわ。あらんじゃないわ。ごめん、聞こえんかった、もう一回言って。カイト君が、ゲンタ君じゃないですか。ゲンタだよ、あれ何、コナン君のゲンタ君。あ、コナン君。カイトはゲンタに似てるってことね。そうそう、で、僕が三つ彦なんです。ほうほうほう、名探偵コナンね。うん、じゃあ、あゆみちゃんはあゆみちゃんはね、もう女性で例えれないんで、うん、仮面刃が、うん、あの、健太くんです。健太くん、石川健太。あ、そうです。仮面刃、仮面刃が石川健太。仮面刃って、健太くんたちが見に行くやつ。アニメのね。アニメで、健太くんたちがさ、あーって仮面刃見に行くやつ。それの仮面刃が健太くん。歩き方が素晴らしい。ぜひうちのチームを。じゃあ、ネイマール。佐賀さん、面白いところはあんま回しないよね。でも実際、一個言っていいですか。カンクの時計とブレスレット見てください。お真似してるし。すぐも真似するんやけど、ただただ気持ち悪いな。ちょっと待っちゃう。いただきます。